そうそうそう。なんかそれが注射なのか、なんか気持ち悪くてしんどいのかってちょっとわかんないですけど。多分注射だと思います。だってさ、腕で限りのやつをちょっと打ってるからさ、ね、結構な本数だよね、うん。混ぜれるのは混ぜてるんだけどね。うん、できる限りっていう。そう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 。まあ、この1本目が点滴と、それから心臓とか肝臓、腎臓の機能を高める薬と総合ビタミン剤、うん、肝臓じゃない、あとは。ビタミンの B 群ね、追加で貧血してるから、うん、これはちょっと しんどいよね、量が多いから。そうですね。だから抗生剤、からメトクロプラミドは胃腸を動かすると、痛み止めと吐き気止め、からカルシウム、で最後ステロイド。ステロイドちょっと昨日多くしたんだけど、うん、反応してないから、もう一回今日もうちょっと多くします、ね。はい、でそのまま緩めて、しないな今日。しあ、出たか。出ましたね。結構いっぱいしてます ね。出ましたね。この時に力入っちゃうからさ。はい、もう一本やって。黄色いのって多分ビタミンですよね。うん、もう関係しますね。そうですね。結構ビタミン出てるから。水飲もうとしてて、それでちょっと、うん、水飲み場に顔つけたりとかしてて、うん、でその時にすごい注射の後なんかうわーってやってたんですけど、今日はだから右にやってるから、右をこう擦る可能性はあるってことですね。それは絶対違和感ありますよね。あ、そりゃやっぱ、ね、人間でもそんだけちょっと、うん、ね、一本見ただけでもさ、数日なんか変な感じするもんね。そうですね。はい、すいません。注入させて。吸入3分、酸素じゃあ15分ぐらいでさせてください。わかりました。いい、はい、せっかく取ってきてもらって、ちょっとたっぷりとやりましょう、はい。うん、大丈夫だったらじゃあ20分やりましょうかね、酸素。大丈夫です。うん、酸素